こんにちは、ニコルと多肉ごとです。小さなベランダで多肉を育てています。今日もこの動画をご覧いただいてありがとうございます。今日の多肉ごとの一つ目は、ダイソーのエケベリアを使って土の実験のスタートです。そして後半では、一年中美しい色を見せてくれるレビーのご紹介をしています。どうぞ最後までご覧ください。今年に入ってやっとダイソーでエケベリアに出会うことができました。それもラッキーなことに2つずつ3種類です。これは前からやってみたいと思っていた元肥入りの培養土を使って育てた場合と、肥料分のない土で育てた場合の違いを見るチャンスだと思いました。こんな風に多肉たちを2つに分けてみました。それぞれ土を変えて育ててみたいと思います。昨年は無肥料の配合土で育てていましたが、今年に入ってからは培養土を少し混ぜたり混ぜなかったり、私の中でもまだ迷いがありました。そこで両者では具体的にどんな違いが出てくるのか、同じ種類の多肉を使って育ち方や紅葉の違いを見ていきたいと思います。それぞれが育っていく過程は定期的にご紹介をして皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞ皆様ご一緒にご覧くださいね。そしてこのナナシちゃん、間違えて名札を捨ててしまったのです。名前をご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてくださいませ。鉢は最近お気に入りのこの100均のミニプランターに植え付けていくことにしました。ダイソーの商品かと思っていましたが、セリアやキャンドゥでも売っているのを見かけました。大きすぎず小さすぎず、私の小さなベランダにちょうど良いサイズです。こちらのブルーのプランターには培養土入りの配合土を入れてみました。培養土には木くずのようなものが混じっていることが多くて、あまり多い時にはふるいにかけて使っていますが、今回のものは少ないので、気になったものだけピンセットで取り除いていきます。ではまずヘラクレスから。ヘラクレスは葉の縁がもっと濃いピンクに染まるはずです。そうなれば可愛いので、真ん中に植えましょう。そしてナナシさんです。どんな風に成長していくのか、とても楽しみです。このメキシカンスノーボールはネット情報によるとエレガンスの別名だと書いてあります。知りませんでした。そしてこちらも名札をなくしてしまったハサシッコです。この子たちもこの実験に参加していただきましょう。ところで、私の左手の人差し指の付け根のあたりにあざができているのがちょこちょこ見えています。私は動画を撮りながらカメラ越しに気づきました。どこかにぶつけて痛かったということは覚えているのですが、いつどこでぶつけたのか思い出せないんです。
お見苦しくて申し訳ありません。話は多肉に戻しましょう。培養土入りの鉢の方には大きくなることを見越して小さめの苗を植えることにしました。この子たちもどんな色や形に育っていくのか楽しみで仕方ありません。培養土入りのプランターの完成です。こちらは肥料分なしのプランターです。同じ位置に株を配置します。肥料分のない土なのでそんなに大きくはならないかも。そこで追加のナナシちゃんも大きめサイズを選びました。こちらも完成です。お水をたっぷりあげたら遮光シートの下からスタートです。こちらは昨年のヘラクレスのハサシっ子たちです。確かマガンプを少しだけ入れました。土や置き場所、肥料の有無でいろんな顔を見せてくれる多肉植物。この子たちがどんな風に変わっていくのか楽しみでワクワクします。そしてこちらも久々にゲットしたホームセンター肉です。こんなに立派な株なのに298円とはとっても良心的ですね。この多肉たちは日の入らない完全な室内に置かれていましたが、下葉は長くなっているもののそこまで大きな徒長はしていません。それは育成ライトがついている棚に置かれていたからだと思います。都内のホームセンターの多肉売り場としては優秀だと思いました。小株までつけていてお得感満載です。中でもこの株はうっすらと色づいていて目を引きました。札を見るとデビーでした。株が美しいのでお迎えしましたが、実はデビーはすでに我が家におりまして、それがこちらです。紅葉が冷めてもまだこの美しさです。一年中薄紫の葉が美しい多肉です。ただ夏の日照時間が短かったせいなのか葉が薄くなってしまっているのが反省点です。からたくさん日に当てて美しい形に戻していきたいと思います。こちらはデビーのハサシっ子です。デビーは小さなハサシの頃からこんな風に綺麗に色づきますので、寄せ植えをする時の小さなアクセントとして大活躍すると思います。なぜかこんなところにラズベリーアイスのハサシっ子が育っていました。
青々として美しいですね。ご覧いただいた通り、デビーは強くて美しくて増やしやすい、皆さんにおすすめしたい多肉です。今回ゲットしたホームセンターの多肉たちは一回り大きなスリット鉢に植え替えました。自分の土に植え替えると生き生きとして見えるからとても不思議です。今回も最後までご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。